金句とは一般に、糸、綱、髪、鎖などの、よれ、よじれ、こぶ性質、性格のねじけ、えこじ、気まぐれ、変態筋肉の引きつり、けい計画などの欠陥、指障を表す英語である。専門用語としては、以下の項目を参照。2014年8月19日天気づき小学において、金句とは、主に停滞前線において、 前線上に低気圧が発生する前ぶれとして見られる前線のねじれのこと。主に温帯低気圧の発生時に見られる現象。普通、低滞前線は東西方向に伸びていて直線に近い。しかし、前線のある部分が北に少し盛り上がり、これが次第に大きくなって、やがて前線自体が折れ曲がって、東側は温暖前線、西側は寒冷前線に変わることがある。 この初期状態を金庫ができたなどという。停滞前線ではなく、直線的に接している温暖前線と寒冷前線の間にできることもある。停滞前線の上空では、気圧不安定波による気圧の谷と気圧の大根が存在し、これらに対応して、上空では、ット気流の南北へのうねりが生じている。このうねりが大きくなると、気圧の谷とともに、 寒気の渦が分離される。この上空での一連の変化に対応して、地上で前線の変形と低気圧の発達が起きる。うねりが大きくなり始めた段階で、気圧の谷の東側地上に金庫ができる。金庫が成長するとともに、天気図上にも低気圧が現れ発達する。建設、土木、医療、釣りにおいて、糸、ロープケーブルホースチューブなど、 主に細長いものを巻き上げているとき、解いているとき、または引き伸ばすときに、折れ、汚れ、潰れが発生することにより元の形状に戻りにくくなることをキンクするという。この現象が起こると、そのもの本来の役目を果たさなくなることも多々あり、事故につながる可能性もあり、前兆を監視しなければならないし、軽いよじれのうちに、速やかなよじれ解消を行わない場合、 キンクが発生し、当該部位の交換が必須になる場合もある。キン句防止の工夫がなされた高ンク製製品も開発されている。材料工学において、主に細長いものを巻き上げているとき、と言っているとき、または引き伸ばすときに折れ、寄れ、つぶれが発生することにより元の形状に戻りにくくなることをキン句するという。キン句試験というキン句が生じない。 最小半径を求める試験がある。フリーの状態でループを作り、資料の両端を引っ張り、金庫を故意に発生させるように行われ、結果は損傷の発生状況や損傷なくループを解放できる程度により、相対的な遠征として示される。金庫加工は電子工学で使われる言葉で、ハンダ付け作業を容易に進めるため抵抗や、 ダイオードなどの電子部品の足に施された曲げ加工のことで基板への仮固定が容易になり取り付けた時の部品の浮き上がりを低減する効果がある。半導体や絶縁体が発生させる衝突電流という現象中にキンク現象と呼ばれる不安定現象が発生する。キンクバンドとは地質学で使われる言葉で結晶に見られる変形構造の一つ。滑り面が 局所的に屈曲した変形体状領域や岩石の壁界面に見られるシャープな屈曲で示される体状部分を指す。キンクバンドと通常の領域との境界をキンク面という。自動車のデザインにおいてキンクとは C ピラーの折り返されている部分を指し、自動車をスタイリッシュに見せる重要なデザインの一つとなっている。 BMW デザイン美しさとテクノロジーの完璧な調和ホフマイスターキンク。ありがとうございます。